こんにちは。今日は蛇年の干支の運勢を鑑定いたします。その前にですね、そのチップスとそれからアドバイスをまず今伝えますね。まずね、あの蛇年の2023年のラッキーカラーが黄色と緑とそれから黒も良いです。でそれから良くない色はアンラッキーカラーね、茶色と白と透明の色はクリアカラーはなるべく使わないようにしてくださいね。でそれからラッキーナンバー928ね、それから良くない番号は176を使わないでください。なるべく避けてくださいね、この番号に。でそれから良い方角、東と西と南西ですね。でそれから良くない方角は北東と北西は注意してください。でそれから良い宝石ね、あのラリーマルとかイエローパールは良いです。で宝石の場合は例えばなんかこう嫌なあの感じとか、そういうなんか今日はちょっとパワーが下がってるなと思ったら、この宝石を使うとかなりね、こう自分の運が上がるし、パワーもエネルギーも上がってくるから、そうするとその自分の、あのやりたいことをポジティブなエネルギーが上がっていくと、その結果がもちろんポジティブになりますね。なのでこの宝石は使ってください。で良い方角はその自分の例えばビジネスとか、あとはその、まあ、出会いとか、それからそのね、あの新しい家を建ちたいとか、あとはその引っ越しとか、そういう方角に引っ越しするととか、そういうビジネスとかやると運が上がりやすいので、そういう方角に、まあ、新しいビジネスとか引っ越しとかはそちらの方にやってください。でじゃあ来年ね、2023年に蛇年ってどういう運勢を、どういう運を待っているのかっていうのを鑑定いたします。その前にですね、今年の2022年は蛇年の運って、あのとってもじゃないけどとっても難しかったですね。あの2022年の水の虎年に、それから蛇年の年はね、もともと合わないから、なのであまりいい結果がなかったと、あとはなんかかなりのプレッシャーが多かったので、なのでその2023年はあの実はね、蛇年とそれからうさぎ年は結構良いあの相性を持っているので期待することはできます。なのであまたね、その気持ちを切り替えて、またその嫌な状況から断ち切って、そしたら新しい状況を作った方が2023年に結構儲かる年になりますので、ぜひ頑張ってくださいね。じゃあこれから鑑定いたします。まず蛇年のその家族との関係はどういう運をになるかっていうのを鑑定いたしますね。それからお仕事、金運、人間関係、恋愛ね、それからその自分の目標に達成、ね、技術とかはどういう状況になるのかっていうのをまず鑑定しますね。まずその家族との関係はどういう流れになるかまず見ますね。その前にこのカードをちょっと引かせてください。ではまずその家族との関わりは、蛇年ってどういう年を待っているかっていうのは、家族との関係に関しては本当にね、あの良い過ごし方ができるので、なので例えばあの家族の場合は、まあ、例えば自分の親とか兄弟とかはね、そういう楽しむな時間があの待っているので、なので時間がある時にあのふるさとがあれば、ある人は1年に1回帰らなかったら、その来年2023年には必ずね、あのみんなとお会いするように時間を作ってください。で楽しむな時間ができるので、でもしあの結婚してる方の場合は、ね、子供とかそれから奥さんとかのね時間が去年あまりなかったなら、
今年その2023年にすごくこう過ごせる楽しいな過ごせる時間がすごく作りやすいので、子どもたちと日帰りでもいいからお出かけしたりするとか、あとはその公園とかね、あの楽しむな場所とかよく遊びに行くとすごいあの楽しいなあの時間が作れます。で次は人間関係のことについてね、その今まで本当にあんまりいい結果なかったなら、あの今年あの2023年にはすごくね、あの前向きになって今まで頑張ってたことに関してはすごく経過が あります。あのボランティアとかなんかこういろいろやってる人、特にねリワードをいただけるから、ぜひねその自分のミッションを続けてください。でそれからあの恋愛のことについては、今度は恋愛のこと について今までね あんまり良くなかったなら、今年はあの2023年はまたね自分 あの前向きなあの行動とあとは考え方を見直してれば、ね、新しい恋愛とか出会いは必ずありますので、ぜひまた頑張ってください。で経済的なことについてはね、あの新しい金運とか、それから来年はねお金を作りやすいので、なのでその例えばビジネスをやりたいなとか、それからサイビジネスとか、それから掛け持ちとか、そういうのをしたい方はぜひやってくださいね。蛇年の場合はそういうのが金運とか、それから新しい仕事とか新しいビジネスとかあのサイビジネスとかはできるので頑張ってくださいね。でそれからあの健康のことについてね、あのやっぱり去年はエネルギーが使いすぎたので、あのぜひねあの今年は自分の体を期待させるようにとか、あの筋肉がすごい、まあ、しんどかったからあまり運動しなかったなと思ったら、2023年にまたそういう前向きな行動とかトレーニングとかやると体がすごくこう引き締めとかパワーが作りやすいので頑張ってくださいね。それから今度はその人間関係、あとはその健康のことについて、まあ今まではあまりあのいい経過な恋愛がなかったなら、特にその人間関係もあまり良くなかったらね、あの来年はすごくね、あのうさぎ年はとても新しいね、そういう出会いとか恋愛とか含めて人間関係はすごく良い方向には進むことができるので、あの今まで嫌な思いしてたならそれに回復できるので頑張った方がいいですね。でそれから環境のことについては、来年ね結構あの自分の関わったな周りとお会いすることはできるとか、あの結構ねその集まりとかそういうのがエンジョイができるので頑張った方がいいですよね。なんか誰かに誘われた時にあの必ず行った方がいいです。でそれから最後ね、来年のあのトータル的な状況は結構ね前向きにいられるな、あのチャクラとかクラウンオフチャクラですからね、すごくこう蛇年の場合は自分のエネルギーをね全体的に対しての取り戻すことはできるので、あとはすごい積極的なエネルギーを持つことができるので、ぜひ蛇年もう一度ね自分のパワーをあのみんなに見せることができるので、ね、その本当に素晴らしいな1年間目指してください。頑張ってください。で次は馬年の年です。次の馬年の場合はまずね、あの去年の2022年は特に問題はなかったんですね。あの逆にあの自分の今までその2020年と21年の時にはあまりいい結果がなかったから、2022年に徐々に上がってきて、で2023年にあの楽しみないろんな意味の結果があります。なのでぜひねアクティブな馬年ね、もっとねいろんな人と接してください。あとはもし海外にもねそういうあの余ってる時間があったなら行くことになるとすごくプラスになります。でじゃあその前に、じゃあ馬年も何のラッキーカラーをあの着ればとか使えばもっと運が上がるか、まずね深い青とか黄色とか緑も OK です。でそれからアンラッキーカラーは
やっぱり暗い色はやめてください。グレーと白は良くないです。で、ラッキーナンバー372です。で、アンラッキーナンバーは561です。馬年に生まれた人は結構活発なので、ね、良い方角は東、西と南です。で、良くない方角はその北西と北は注意です。で、良い宝石はブルートパズとアゲイとアクアマリン。ジェイドもその人間関係に対してのパワーが持っている石なので、それ持つといいです。よろしいですか？じゃあ、ウマ年の来年2023年にどういう運勢を待っているかっていうのを鑑定させていただきます。家族から、それから人間関係、恋愛、金運、それから仕事運とか、あとその自分の技術とか目標に対してをね、鑑定いたします。その前にまた7枚のカードを引かさせていただきますね。はい、じゃあね、馬年は楽しみにね、ちょっとお待ちください。じゃあ家族との関わりは、馬年の2023年どういう関わり方になるかっていうのをまずね、させていただきます。馬年ってね、先ほどもお話ししたんですけど、結構ねバイタリティの高い人ですから、なのでその自分のね思った通りに思ったことに、それ積極的に家族と行動していくとね、みんなすごくこう自分のパワーがすごい強いから、みんなに分け合いすることができるので、みんな元気になります。なので例えば実家に帰りたい時に、まあ、みんなまた久しぶりに会ったりすると、みんなも本当に元気になるから、ぜひ自分の明るい性格とか、あと前向きな行動を目指すると、みんなもこうハッピーになるから、ぜひみんなお会いすることが大事ですね。で、それから人間関係のことについてはね、もともとはっきりしてる A 等なので、その自分のね本当にその自分の気持ちとか自分の伝えたいこととか、それをよくみんなと話したりすると、もっと気づき合いとか絆が深くなることができるから、なのでその自分の周りによく自分の、例えば今回ちょっと疲れてるなと思ったら、それをみんなに伝えれば、あとは自分がどういう状況にしたいとか、その分かりやすい行動にすると、もっとね人間関係を増やせるので、それをね、その性格をよくみんなに遠慮なく伝えてれば、やりやすくなります。で、今度はお仕事のことについて、来年ね、そんなにちょっとね難しいなチャレンジがあるんだけど、でもそれに対して自分がもっと成長していくことは必ずあるので、なのでその難しいなチャレンジをぜひね、それを断りないで、ぜひそのチャレンジを受け入れると、その1年間は自分がどういうパワーが持てるかって、どのぐらい自分がパワフルなのか、自分でもねそれを分かると、もっと前向きになるから、頑張った方がいいですね。で、それから金運のことについて、来年は自分の、ね、金運がやっぱりこう今までと違って、来年はいろんな、ね、チャレンジがあるから、仕事にも、それから自分のプライベートのチャレンジでもね、なんかいろいろ出てくるから、そのため経済的にもやっぱりこう今まで例えば少ない稼ぎがあったなら、それに対して変わります、良い方向に変わります。で、それから恋愛のことについてね、恋愛はまあ今までもうきっとね、馬年もすごく分かっていると思うんですけど、恋愛ってなるととってもアグレッシブでロマンチストな人物なので、なのでその自分がどれだけそういう性格を持ってるかって分かると、もっと楽しみな恋愛はできます。で、それから自分の人間関係とか健康のことについて、結構ねパワーが湧いてくるので、だから結構パッショネイティングになる。パッショネイティングって結構積極的な行動とか、
それから自分の気持ちはすごくこうロマンチスになるパワーを持ってるから、なのでね、その健康のことについては特に心配がないです。で最後は結果がね、環境に対しての結果がね、これ全部これこの今までのその自分の金運、それから恋愛のことについて結果的にはね、すごくこう自分でもこのぐらい成長していきたなっていうのね、2023年のパワーがあるので、楽しみなことはいろんな楽しみなことはできるからね、ぜひ馬年自分のね、遠慮なく自分の前向きさと、それからチャレンジと、それから自分の、ね、積極的さを目指すするといいです。かなりこの2023年間の結果がかなりもかりますので頑張ってください。で次は羊年です。羊年の場合はまあ馬年と違ってね、どっちかというと控えめなんですよ、恥ずかしがりやと。あと女性の羊年の場合は結構ね、控えめな性格を持ってるし、逆に何を考えてるかわからない、手、そういう静かですからね、羊年の方は。でも実はですね、12干支の中に羊年がその中のイノシシとか羊年はすごくこう儲かるな年なので、やっぱりこの干支は来年はすごく儲かるな1年間になりますね。なので羊年は前向きに、それからもっと分かりやすい行動をしてくださいね。優柔不断なしで、これがやりたいなと思ったらぜひ進んでくださいね。そのために羊同士の人はよくね、祈りするとか、あとはよくね、そういうスピリチュアルが信じてる干支なので、なのでその時にじゃあ もし自分がはっきり行動できないならね、そういうまずそういう神社のところまず行って、それからお参りして、それから自分の目標をどんどん進むことが大事です。でじゃあ羊年もラッキーカラーは何のラッキーカラーなのか、まず羊年に合ってる色は緑と白と赤です。でそれから良くない色は黒と青です。でそれから良い方角、南と南西と北です。でアンラッキーなのは北東と北西で、ラッキーナンバーは385ですね。で、良くない番号は267です。はい。よろしいですか？で、良い宝石は、エメラルドとジェイドとオニクスもいいです。で、じゃあ、来年はどういう方角、どういう運を持てるかっていうのを鑑定いたしますね。まず、羊同士の家族に対しての運を、どういう運を待っているのかっていうのを鑑定いたします。羊年はとっても運が良いなのでね、2023年のサギ年と羊年はすごく良い相性が持っているので、なのでね、期待することができるので、そのいろんなね、チャレンジの人生でね、なので前向きに、あとね、その自分の目標を達成して計画とか立てていただいて、それからね、もっとその自分の夢とかやりたいこととかもっと大きくさするとかなりね、それを結果を出したらかなり成長を大きいので頑張った方がいいですね。じゃあまず羊年のファミリーに対してのどういう運を待ってるかっていうのはチャクラで出てますね。チャクラはクラウンオブチャクラですから、まあもともとね、羊同士はすごい本当に恥ずかしがり屋だけどおとなしいな英雄なんだけど、ファミリーに対しての愛情はかなり深いです。なので来年のその過ごし方、家族に対しての過ごし方がね、その温かい愛情を、ね、見守りながらみんなと楽しく接することができます。で今度はその人間関係のことについて、人間関係ももともとね、
あの羊同士はその人間関係に対しても深い愛情を持っています。でなので来年はとても良い運が持っているからパワーが高いです。だからいろんな人と出会っててもそんなにこう疲れないで済むから、なのでもしいろんなねイベントだったりとか集まりとか、またなんかその人間関係に対してね、で対してにあの、まあ、今までこの 2,3 年間ぐらいの間にあまりこうあの出かけなかったなとか、あと人間関係にはちょっとみんなとあのやっぱりこう会えなくなったなと思ったら、ぜひ来年は、ね、そういう自分がたっぷりのパワーを持っているので、もう一度みんなと過ごした方が楽しいな結果にはなりますね。で今度はお仕事のことについてね、羊年は結構あの働き者なあの動物なので、羊っていうのはね、なのであのもこもこ仕事しながらね、そのもこもこしてる自分がね成功とそれから満足感がね結果があるから、なのでねその自分の仕事をもっと期待することできるのでね、前向きに進んでください。で今度はその恋愛のことについて、恋愛のことについてはまだ彼女彼氏がいない人に関してはすごくあの楽しみなあの出会いはあります。で結婚している場合はその家族のためのなんか達成することが考えている方は、まあ例えば家を買うことになったりとか車とか、なんかこう財産を増やすな運をあの持っているので、すごいあの家族に対しての楽しみなお祝いがありますね。でそれから健康のことについて、まあね、健康はそんなにあの心配はないです。逆にそのいろんなあの自分の望んでること、いろんな結果が楽しいな結果があるので前向きにいられるし、すごくこうねあの気持ちに対してそのストレスはたまりにくいから、来年の状況はね、なのでねあのどんどんあのその自分の健康に対しての、まあ、運動だったりとか出かけたりとか、あとおしゃれ関係とか、あとみんなとねこうなんていうの、そのバカバカしいな行動をした方がもっと自分の毎日は充実 します。特にその自分の健康のことについてね。でそれから金運のことについてね、あのすごいねあの金運のことについてはすごいあの自分の今まで例えば貯めたお金とかそういうハーベスティングもできます。なんか儲かります。でそれから最後、その自分の来年の環境と状況はあのハートオフチャクラですから、すごくねあの満足感にいられるな1年間にあります。なので羊同士そんなに心配はいらないから、前向きとはっきりさの行動をしていけばね、こんなに楽しみな1年間になりますから、ぜひ頑張ってくださいね。マダムアイリス、マンツーマン、タロットコース、トランプコース、随時受付中。詳細は概要欄。